最新鋭の潜水艦、大鯨には、双竜型潜水艦11番艦、鳳竜、12番艦、東竜に引き続き、リチウムイオン電池が搭載されていますが、今回は、スターリングエンジンから、リチウムイオン電池が採用されることになった経緯と、リチウムイオン蓄電池の特性を最大限に生かした仕様を詳しく見ていきましょう。2009年から海上自衛隊で運用されている潜水艦、双竜型は、最新技術の塊で、その実力は、通常動力型潜水艦としては、世界最高の性能とされている。動力に、ディーゼルエンジンとスターリングエンジンを使用し、原子力ではない動力を持つ潜水艦を通常動力型潜水艦という。その、双竜型をさらに発展させたのが、海上自衛隊潜水艦の切り札となる、最新型潜水艦、大鯨型潜水艦の1番艦、大鯨で、2020年10月14日に、三菱重工業神戸市造船所において浸水。2022年3月9日に就役し、横須賀に配備され、活動を開始した。大鯨は、双竜型と同じ全長で、喫水が2メートルほど深く、排水量で50から100トンほど増え、双竜型潜水艦と比べ、さらに探知能力が向上した高性能ソナーシステムを装備し、静粛性が向上した船体構造を採用しており、海上自衛隊最大の潜水艦となった。艦名の大鯨とは、漢字で、大クジラと書かれ、大きなクジラを指している。潜水艦の名称は、海上自衛隊により、生打ち、海の自然現象と、水中動物の名を命名基準としていたが、水生動物、縁起の良い動物の名も使用できるようになった。双竜型は、水生動物である、竜にちなんだ艦名で、漢字では、青い竜となり、これは、太平洋戦争時に活躍した大日本帝国海軍の翔艦、青い竜、初代、航空母艦、青い竜、二代目、と同じで、青い竜を指している。また、大クジラという艦名は、旧帝国海軍の潜水母艦に命名された艦名で、当時は、洋上にて潜水艦への補給や、乗組員の休養などを行い、時には、潜水艦隊の機関として働いていたのが、潜水母艦であった。実は、この潜水母艦、大クジラは、有事の際には、航空母艦に改装することを前提に建造されており、太平洋戦争開戦時に、潜水母艦から、航空母艦、竜、王に改装され、ミッドウェー海戦において、主力空母4隻喪失後は、正規空母扱いで、マリアナ沖海戦などに参加。その後は、艦載機不足により、輸送艦として運用され、呉軍港にて、防空砲台として使用された後、戦後の1946年に解体された。潜水艦、大鯨は、双竜型潜水艦の11番艦、鳳竜、12番艦、東竜に引き続き、次世代の潜水艦用蓄電池である。リチウムイオン蓄電池を搭載したディーゼル電気推進方式の通常型動力潜水艦である。リチウムイオン蓄電池に蓄えた電力を動力として先行します。ディーゼルエンジンによる充電能力の向上を狙って新たに開発されたスノーケル発電システムが搭載されていて、双竜型の2艦よりも、さらにリチウムイオン蓄電池の特性を最大限に生かすことができる仕様となっており、浮上することなく、高速充電を可能としている。双竜型の2艦では、それまでのスターリングエンジンを廃止し、空いた大きなスペースにも、リチウムイオン蓄電池を搭載しているが、当初、搭載にあたっては、鉛蓄電池のみを、リチウムイオン蓄電池に置き換える手法と、スターリング AIP システムと鉛蓄電池の双方を
リチウムイオン蓄電池で置き換える手法が比較検討され、後者の方がコストは高いが、出力も大きいため、在来線や AIP 線より、高速での水中連続航行が可能となることが期待され、最終的に、この方式が採択された。このために、10番艦の周流までの建造費は、1隻あたり約517億円だったのに対し、11番艦、横流では、リチウム蓄電池が高額であるために、約643億円と、100億円以上価格が上昇し、12番艦、東流では、690億円となっている。双流型では、スターリングエンジンの、スクリューの軸馬力は8000馬力であったが、横流、東流は、5600馬力と、一見低下していると思われるが、瞬発的な最大速力は、確かに低下するものの、リチウムイオン蓄電池には、効率放電が長時間持続できる特性があり、そのために、中速から、高速での潜航が、長時間にわたって可能となり、潜水艦としての性能が、大幅に向上した。従来の鉛蓄電池と比べて、リチウムイオン蓄電池は、2倍以上のエネルギー密度と、1.5 倍以上の密流放電の繰り返し、回数を持ち、充電時間が短い。放電しても、電気容量の著しい低下を抑えられ、鉛蓄電池で懸念されている、事故時の水素ガス発生の心配がない。また、体芸は、部分単柄構造で葉巻型線形であるが、船体構造にも、新機軸が盛り込まれ、浮き課題を採用。構造は、諸外国でも採用が進む、浮き甲板、フローティングデッキとも呼ばれているもので、艦内の機械や乗組員が歩く際の振動や衝撃を緩和する。さらに、双流型より、静粛性の高いプロペラスクリュー、要所への音波吸収材装備されている。なお、体芸型では、艦内スペースに余裕ができたことから、乗組員居住区に、女性用寝室やシャワー室などが確保され、居住区内に仕切り棟を設けて、人員不足やジェンダー平等への配慮として、潜水艦への女性自衛官の増艦を促進することになり、この先の海上自衛隊における最前線への女性の進出に対応している。その他にも、体芸には C4I スター情報処理システムが採用され、光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムや信号処理におけるアルゴリズムの構築など、より進化したものが装備される。兵装については、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどを発射できる 533mm 魚雷発射艦6門が装備されている。この18式超魚雷とは、潜水艦装備用の長魚雷として、防衛装備庁が開発をして、2019年に取得予算が計上され、本体開発経費はおよそ94億円とも言われており、2022年2月までには、海上自衛隊の全潜水艦に行き渡るとされている、高性能魚雷である。魚雷とは水中を航行し、目標の艦船類を爆発によって破壊することを目的とした兵器のこと。魚雷の追跡を欺くためのデコイ、おとり魚雷を見破る、対応能力がある音響画像センサーは、海中の深海域のみならず、音響環境が複雑となりやすい沿海など、魚雷のセンサーが狂いやすい浅い海域においても、確実に目標を捉えて、形状を識別し、その攻撃による命中率が高められている。同様に、最適なタイミングでの起爆が可能なアクティブ磁気近接起爆装置が搭載されるなど、最新の技術で世界トップクラスの魚雷と言えるでしょう。この通り、通常型としては、世界トップクラスの性能と装備を誇る海上自衛隊の潜水艦ですが、隣国の韓国では、自身が保有する通常型潜水艦の性能では太刀打ちできないと見たのか、
原子力潜水艦を保有する構想があるという。原子力潜水艦と通常動力型潜水艦との大きな違いは、艦尾にある推進するためのスクリュープロペラを回転させるエネルギーの発生源で、制限である。原子力潜水艦では、原子力、すなわち核分裂反応により生成される熱エネルギーで、水を沸かしてタービンを回すことで、スクリューを回転させるのに対し、通常動力型潜水艦では、ディーゼル機関などを作動させて、スクリューを回している。その違いから、原子力潜水艦は、通常型潜水艦より複雑な構造となっており、船体も大型となる。運用方法を、比較してみると、通常型潜水艦が、沿岸域での運用を、比較的得意とするのに対し、原子力潜水艦は、より広い外洋域での運用を得意としている。無補給で、半永久的に、原子炉を動かすことができる原子力潜水艦は、理論的には浮上することなく潜航したままでいることが可能なだけでなく、膨大な電力を発電することができて、海水の淡水化なども、艦内で可能としている。しかし、建造には、巨額の費用が発生し、また、退役後の原子炉と、核燃料の処理問題が、大きな欠点である。日本にも原子力潜水艦をとの声も聞こえてくるのであるが、非核三原則、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずなど、政治的な問題を解決できたとしても、日本が置かれている現状を考えると、必ずしも必要な戦力ではない。日本の潜水艦戦略は、近海での敵艦隊に、自らの存在を気づかれることなく、敵哨戒網を突破して、敵艦艇や輸送艦、輸送船を沈め、機雷を敷設し、その他特殊部隊の潜入支援や情報収集任務などを運用することで、潜水艦に求められる性能は静粛性に尽きるのであるが、原子力潜水艦は原子炉を一度起動した後は停止することができない。また、作動中は冷却水循環ポンプを止めることができないため、加圧水型原子炉では、このポンプも大きな騒音発生源となっており、機関を止めて海底に起底していたとしても、騒音が発生する。しかし、アメリカ海軍の最新原子力潜水艦では、低出力時には、冷却水の自然循環のみによる運転が可能となっており、ポンプの運転が不要と言われている。騒音により発見されやすく、放射能漏れの危険性のある原子力潜水艦に巨額の防衛費を投入するくらいならば、その予算で諸外国も推進している無人潜水艦の開発を進める方が理にかなっていると言えるでしょう。しかし、近年の切迫する安全保障政策に関連し、潜水艦発射弾道ミサイルによる攻撃に対応するには、長期間の潜水航行ができない海上自衛隊のディーゼル型潜水艦では不十分だと指摘し、原子力潜水艦の保有を検討すべきとの意見も出ている。